今回は、私の体重を大公開しちゃいたいと思います。それでは測っていこうと思います。いざ。めっちゃへこむ。マジで起きれ。多分人生で今一番重たいです。おはけんぴー、今回はなんと私の体重を大公開しちゃいたいと思います。これには深いわけがありまして、私最近撮影会の写真見て、あれ顔丸くない？と思って、めちゃめちゃ顔が丸くなったんですよね。あと顔だけじゃなくて鼻も丸くなってて、あと足もね太くなった気がしたんですよ。これはやばいと思って、久しぶりに体重計に乗ったんですね、3日前に。そしたら過去最高に重たくなっていまして、あ、これはやってしまったっていう。いや、ちゃんとね理由があるんですよ。理由が、私1年くらい前からずっと一人暮らししてたんですけど、最近友達と住んでて、女友達とシェアハウスをしてたんですよ。まあ、それはツイッターとか見てくださってる方は知ってたかもしれないんですけど、シェアハウスしてたら一人暮らしする時よりもお金浮くんですよ。正直水道代とか電気代とか家賃とかも折半だし浮くんですよ。そのお金を全部実は焼肉に使っちゃってて、1月とか12月多分焼肉1ヶ月で 3,4 回行った覚えがあるんですよね。私が好きなのって結構こってりしたものが好きだし、塩よりタレが好きだし、いやもしかしたらちょっとそういう怠惰な生活が出ちゃったかなっていう感じなんでしょうね。3日前に測っただけなんで、もしかしたら太ってなくて、もしかしたらその時ねちょっと体重計が壊れてただけなのかもしれないというわけで、いやもうとかね、なんだかんだ言ってるけどね、いや多分ね太ってるよ、間違いなく太ってるよ、間違いなく。自分が一番分かってます。分かってるけど、ちょっとだけまだ夢を見ていたいんで、ちょっとだけね、ちょっとだけね。私今身長が160ぴったりなので、64キロいかない限りは確か BMI 値的には健康なんですよ。でも私平均的に45キロから48キロをうろうろしてて、で一番スタイルが良かった時で42キロとかだったんですよ。42キロはねさすがにちょっと筋力も落ちてたし、ちょっと不規則な生活ゆえの42キロだったんで、健康的っていうとはやっぱ45から48くらいだなと思うんですけど、今はね絶対それをねオーバーしてるんで、何キロよ、無事10キロくらいだと予想します。測りたくねー。いやでもね、ちょっと見てほしいんですよ。まずね、宇野けんぴさんの体を見てほしいんですよ。ですね、まずお腹ね、結構太っちゃって、明らかに腹の上に乗ってるんですよね、これ。で前から見た時がやばくて、くびれがない。私もっとくびれてたんですよ。新体操、機械体操やってた時の名残があって、あったはずなのに、ない、ここがない。なんかストーンって綺麗な丸いフォルムを帯びております。そして何よりこれよ、これ持っちゃってるの、引っ込めたら細くなるんですよ、ほら、なるけど、ある乗ってますね、これは。やっちまったぜ、芋けんぴ。あと足を、本当にこのムチムチの足ですよ。私もともと足首ないんですけど、見せしめとして足をねプラプラ、ここよ、この肉厚なふくらはぎですよ。あとね、ここ肉厚の太ももこのムチムチ具合よ。そうですよ、そうですよ、怠惰な生活を送った結果ですよ。見てください、ブルー、マジでやばい。でもちょっと揉んでて気持ちいい。あとね、膝がすごく丸くなっちゃいました。わかりますか、このなだらかな膝が。あとね、背中の肉もちょっとやばいんですよね。3ヶ月で絶対に痩せる。筋トレをして頑張って42キロまで落とす。いや待って、まあ、まだね、まだ体重測ってないんで、今日の醍醐味ね、体重測ることなんで、体重測ってから決めるけど、あと3ヶ月以内に絶対に痩せることを私は今ここに公言します。先生、私芋けんぴは体重を減らすために、可愛いビキニを着るために痩せることをここに宣言します。こういう痩せ
せ方がいいよとか、この筋トレいいよとか、ウエスト作るにはこれがいいよとかっていうのを分かる方いらっしゃいましたら、コメントとか、教えてくださると嬉しいです。それでは気が乗らないですけども、体重測っていきたいと思います。よいちょー。それでは測っていこうと思います。カメラが 0.5kg、服全体で 0.5kg あったので、全体の 1kg 引いたのが私の体重です。いざ。マジでいや、マジでいや、マジでいや、ちょっと嘘マジマジマジ、ちょっと待って、嘘マジで 53.3kg です、今。マジで、え、ちょっと待って、マジで 52kg。 私今人生で一番重いです。あー、こんなに肉がついちまってよ。平らですね、まったく。マジで、もう元気ダイエットします。めっちゃへこむ。本気で多分人生で今一番重たいです。まあ長くかかってたんですけどね、まあなんだかんだ言うても、まあ、それくらいあるだろうなって。なんで頑張って3ヶ月で私は42キロは多分落ちないから、10キロ落としたら多分ちょっと体に悪いんで、私は45キロになります。頑張って3ヶ月後に45キロの私を見てください。それまでね、もう絶対頑張るので、筋トレもするし、焼肉は控えるし、ブロッコリーとか卵とか食べるし、マグロ食べるし、ビタミン剤飲むし、走るし、筋トレするし、走るし、筋トレするんで、今日が3月の、5日になります。3月5日から3ヶ月、6月の5日までに私は頑張って7キロ落とします。ここに宣言する。頑張れの応援とおすすめのダイエットメニューがありましたら教えていただけると幸いです。というわけで、ここまで見てくださってありがとうございました。もけんぴさん、ダイエット頑張ろうと思います。というわけで、けんぴー、またねー。愛して行こう。イモケンピにお菓子を与えないでください。唐揚げとかね、ポテトも与えないでください。